二つのジャンドゥヨットジャンドゥヨットは、ボートを裏返したような形をしたイタリアピエモンテのチョコレートである。ジャンドゥヨットは、通常金色か銀色に着色された鈴箔に一個ずつ包装されている。トリノの名物であり、その名前は典型的なピエモンテ人を表すコンメディアデ・ダルテのマスクであるジャンドゥヤに由来する。ジャンドゥヨットは、砂糖、ココア、ヘーゼルナッツから作られる。 ジャンドゥヨットの公式な誕生は1865年のトリノでピエーレ・パウル・カファレルとミケーレ・プロシェによって発明された。初めてこの二人がヘーゼルナッツを完全にすりつぶしペースト状にしたものをココアと砂糖の混合物に加えて作った。チョコレートにヘーゼルナッツを混ぜるというアイデアはナポレオンの治世時代の大陸風されなどにより、 イギリス連邦の南アメリカからのココアの輸入が極めて難しくなったため、編み出されたとも言われている。当時の生ココアは非常に高価であり、原価を下げるために地元の生産者はアロースとしたヘーゼルナッツの破片をチョコレートに加えることを始めた。2006年のトリノ国際ブックフェアで展示されるジャンドゥヨットコードのポスター2006年5月、イタリアアアスティ在住の作家で、 アナウンサーのブルーノ・ガンバロッタは、イル・コディチェ・ギアンズ・イオットというタイトルのコミックスリラーを書いた。モルガン・ティエディトーリから出版された、この小説は、ダン・ブラウンのベストセラー、ダヴィンチ・コードのパロディで、ジャン・ドゥ・オットの公式の謎をめぐるミステリーが主題であった。ありがとうございます。